牛島俊明は FM 岡山のラジオパーソナリティ DJ アナウンサー。山形県米沢市出身。日本大学山形高等学校、駒沢大学経済学部卒業。1990年中部日本放送入社、アナウンサーとなる。8年勤務した後、1998年に退社し、フリーランス。1999年1月。 対局直前の岡山 FM 放送に入社。山形県山形市生まれ。保険会社に勤めていた父親の転勤のため、数ヶ月で秋田県秋田市へ。幼稚園から2年間は山形市。小学校1年生から10年間は米沢市で過ごす。多感な時期を過ごした米沢市を出身地としている。大学4年の春から、エビスの東京をアナウンスアカデミーに通う。 アナウンサーになるため大学を留年。お世話になったのは渡辺秀茂先生。古立一郎を、はじめ数多くの学生を放送局に送り込んだ実績があり、その先生に留年して来年にかけなさいと助言される。大学5年の7月に名古屋市の民放最古の局、中部日本放送に合格。書類審査で七百名から二百名に、そして二十名に絞られ。 合格者は4人だった。牛島エキスポ。プロフィール。2019年1月10日閲覧。牛島エキスポ。バイオグラフィー。2019年1月10日閲覧。ありがとうございます。